皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディです。この動画は、小学校1年生国語、話したいな聞きたいなの3時間目の内容です。学習計画表、ワークシート1と2を用意しましょう。用意はできましたかどのような学習をするか、 楽しみに学習を進めましょう。2時間目の学習で何を話したらいいのかを決めましたね。それでは今回の学習課題を確認しましょう。今日はどんな風に話をしたらよいのだろうかについて一緒に考えましょう。今まで学習したことを思い出しながら進めていきましょう。 相手に伝えたいことがきちんと伝わるように話をしたいですね。そのためにはどんなふうに話をしたらよいのでしょうか。どんな声で話したらいいでしょうか。どのように話したらいいでしょうか。一緒に確認していきましょう。 どんな大きさの声で話したらいいのかなと思っているのではないでしょうか。一緒に考えていきましょう。教科書14、15ページの「声を届けようで声の大きさ」の学習をしましたね。教科書141ページの「声の物差し」で声の大きさを確認してみましょう。 1>, 1の声は隣の友達と話す声の大きさでしたね。2の声はグループのみんなに話す声の大きさでしたね。家ではテーブルで食事をするときの声の大きさぐらいですね。3の声は教室のみんなに話す声の大きさでしたね。 家では部屋の端と端に立って話をするときの声の大きさぐらいですね。4の声は校庭で友達を呼ぶときの声の大きさでしたね。家では庭や公園で遊んでいるときに遠くから呼ぶときの声の大きさくらいですね。できる人は動画を一回止めて 声をを出す練習ししてみましょう。声の大きさは分かったけれどどのように話したらいいのかなと思っている人もいるのではないでしょうか。教科書36から39ページの「みんなに話そうで話し方の学習をしましたね」。一緒に思い出ししてみましょう。 下を向きながら話すのはどうでしょうか聞こえにくいですね。声の物差しの1や4で話すのはどうでしょうか聞きにくいですね。休み時間に友達と話すように、そうだよね、などと話すのはどうでしょうかいつものおしゃべりみたいですよね。 それでは話すときに気をつけることを確認してみましょう背筋を伸ばす背中をピンとしてみましょう前を向いて聞いている人を見るはっきりと話す 聞いている人に届く声で話す。丁寧な言葉で話す。例えば、洗ったよではなく、洗いましたのように話すと良いですね。伝えたいことをさらに詳しく相手に伝えたいときには、書いた絵や 写真などを見せながら話をするといいですね大切なことが分かったら一回動画を止めてから練習を始めましょう練習はできましたか本番の前にもっと上手になるコツをお話ししましょう話を始めるときには「例 お辞儀をします「何々のことについて話します」と話してから思い出について話し始めましょう話が終わったら感想や質問はありますかと聞いている人に言いましょう全部終わったら これで終わります。と言ってから、礼をしましょう。ビデオレターで伝える人は、感想や質問を今度聞かせてくださいと言ってもいいですね。それでは、動画を一回止めてからもう一度練習しましょう。 もし感想や質問があった時はどうしたらいいのかなと思っている人もいるのではないでしょうかまず質問があった時のことから考えてみましょう質問に答える時も丁寧な言葉で答えます例えばまたやりたいではなくまたやりたいです のように答えます次は感想があった時のことを考えましょう聞くときは話している人を見ましょうまた笑顔で聞くようにしましょう聞き終わったら「ありがとうございました」とお礼を言いましょう ビデオレターなどで伝える人は、おうちの人と練習してみるといいですね。それではいよいよ本番です。話の進め方を確認したり、見たりしながら始めましょう。ドキドキしている人はいませんかしっかり学習を進めてきたので、自信を持って発表しましょうね。 それでは、一回動画を止めて深呼吸をしてから始めましょう。それではまとめをしましょう。話をするときに気をつけることがありましたね。背筋を伸ばす。前を向いて聞いている人を見る。はっきりと話す。 聞いている人に届く声で話す。丁寧な言葉で話す。これは人と話をしたり、発表をしたりするときにも大切なことです。自分が伝えたいことが相手に伝わるようになりますね。今回は 話したいな聞きたいなの3時間目の内容を学習しました。学習計画表の3時間目のところに学習の振り返りをしましょう。話すときに気をつけることがわかりましたか今回は5つありましたね。書ける人は 隣に分かったことや楽しかったことなども書きましょうこれで話したいな聞きたいなの学習は終わりになりますたくさんの思い出の中から話すことを決め堂々と話をすることができたと思います学校で 発表会が開けたときには、今回の話したいな聞きたいなの学習を思い出し、発表をしてみてくださいね。次の学習も頑張ってくださいね。